ミニドラえもん。ただいまー。ドラえもん。ん？一週間も行方不明なの？にゃー。よろしい、僕に任せて。にゃー。また後で。のび太くんおかえり。うん。実はさ、今日宿題が出て野鳥を観察しなきゃいけないんだ。だから僕たち山へ行こうってことになったんだ。ドラえもんに頼めばパッと行けるから。あいにくだけど今日は忙しいんだよ。たまくんのいとこのミケちゃんを探しに行かなきゃならないんだ。宿題のためなんだ。ダメだってば。みんなに約束したんだよ。こっちは猫一匹の命に関わる問題なんだぞ。そんな、いや、行ってくるからね。ジャイアンになんて言えばいいだろう。もうしょうがないな。ドラえもん。ミニドラえもん。ポケットから一応何でも出てくる。スケールは小さくなるけど、それで間に合わせて。そんな。本当に頼りになるの？ドラララ。タケコプター持ってる？これちっちゃいな。ドララ。ちょっと待ってよ。ふう。お、なんだ？うわ！やっぱり僕の重さを支えきれないんだ。遅い。ああ、やっと来た。お待たせ。何やってんだ、のび太。ドラちゃんはちょっと休養ができちゃって。来ないのか。約束が違うぞ。ほら、代わりにあれが来たから。ドララ。ミニドラえもんって言うんだ。かわいい。ずいぶん小さいね。役に立つのかよ。まあね。山へ行きたいんだけど、何か出してよ。どんどん。どこでもドア？ちゃんと山が見える。でもこれ小さすぎて入れないよ。どうすんだよ。それはスモールライトはないの？あ、そうか。スースー。あれ、消えちゃった。ここにいるぞ。めちゃくちゃに小さくなっちゃった。じゃあ僕も。ハラッパがジャングルみたい。ん？うわあ！大丈夫？なんとか。ホコリみたいに小さいから、ちょっとした風で吹き飛んじゃうんだね。ビビー。よいしょ。いちじじじじ。この辺かな。さすがしずかちゃん。俺はここだ。スネオさんは？ふっと。うれ。うわ。うわ。そこだ。なんだ。こっち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 。ドラも役に立つね。ドララ。けど腹が減ったな。おいしいんだけど。全然足りに。いいこと思いついた。なんて優雅な午後のひとときざましょう。ママ。ん？おやつちょうだい。お化けざます。ほら、あそこ綺麗な鳥。高すぎてよく見えないな。ねえ、双眼鏡はないの？いや、それじゃダメだよ。
天文台を出して。ん、うん、てて見てて、ギュッ、ほらこれで手頃な大きさでしょ。なるほど。そのまま動かないで。よく見えるな。おお、珍しい鳥がいるぞ。こっちにも。できた。ミニドラちゃんのおかげね。ドラら。おい、みんな。ん？なんだなんだ。あれ見てよ。ほら、枝の上に。にゅーん。にゅーん。猫だ。どうしてこんなところに。猫を狙ってるぞ。助けなきゃ。おバカ、下見ろ。下？落ちたらどうすんだよ。うわ、タカが。チキショー。チャーチャー。チャーチャー。お前？な。投げる。お前を投げるのか、あの枝へ。ドラララ。また来る。頼んだぞ。もうもう、桃太郎印の君団子だ。一個じゃ効かないわ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大航海時代、海賊たちが財宝を隠したといわれる宝島。その宝島がこの現代に存在しているという。そう、僕がこの船のキャプテン、のび太！はぁ？うわぁ！それ、ドラら！男の子ってどうして変な意地を張るのかしら。なにこれ？あぶー！何があるんだ。
誰だよ、こんな日に外で遊ぼうって言ったの。君だよ、のび太くん。頑張れ、もう少しだ。言われなくても頑張ってるよ。ただいま。誰か来てる。あら、おかえり。珍しいお客さんよ。のび太、大きくなったな。のびしろおじさん、いつ日本に帰ってきたの？ついさっきさ。お土産お土産。こら、おじさんにきちんと挨拶しなさい。いいんだよ、お土産になるかわからんが。うわー、すごい。おじさんが取ったんですか？そうだよ。おじさんは世界を股にかける動物カメラマンなんだ。小さい頃から動物が好きでね、いつの間にか仕事になっていたのさ。へえ。このタヌキドラえもんでしょ。なんだと？そっちがそのけならねえのかなら。あ、のび太くんは怠け者そっくり。どこが？でもだよ。はい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 、スイカ切ったわよ。うわいただきます。のび太が一番好きな動物は何だい？一番？うん、いっぱいあって選べない。おじさんは？わし？うん、おじさんの一番好きな動物。ゾウかな。僕も好き。僕も。それじゃあ一つ不思議な話をしよう。子供の頃、動物園にゾウがいてね、子供たちの人気者だったわけだ。名前は花尾。見せてくれた花尾にご褒美をあげよう。手伝ってくれる人。はい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 。じゃあ、はいはい、一番元気な君。大丈夫かい？わしはすっかり花尾の虜になってたよ。雨の日も雪の日も、休みの日には必ず会いに行った。そうすれば
わしのことを覚えてくれると思ってな。それじゃあ行くよ。こっち見て。やがて戦争が激しくなってね。早く中へ。爆弾の雨が降り注いで東京は火の海だ。もう動物園どころじゃない。とうとうわしらも疎開することになった。疎開って何？空襲を避けて田舎へ避難することだよ。食べるものもなくてね、大変な時代だったよ。ほら、働かねば飯食わさねえぞ。疎開先の子供たちにも随分いじめられた。母ちゃんに手紙か？おっぱい飲みたい。違う、この手紙は君たちには関係ないだろう。東京もんが生意気だの。それでもわしは耐えた。ここを我慢すればきっとまた花子に会えるんだと、そう自分に言い聞かせて。やがて戦争が終わった。東京へ帰ったわしは真っ先に動物園に向かった。だが縁もすっかり変わり果て、いるのはヤギと豚ばかり。わしは係の人に花輪のことを聞いてみた。殺された。わしは泣きながら家に帰った。一晩中泣き明かしたよ。殺された？誰がそんなひどいことを。仕方なかったんだよ。動物園の人たちにもいろいろと事情があったんだ。仕方ないとは何ですか。あんなおとなしい動物を絶対に許せない。スイカまだあるわよ。いらない。結構です。すみません、おじさん、まだ子供なんです。いや、あの子たちの言う通りだよ。え？どんな事情にせよそれは人間の事情。仕方ないで済ませてはいけなかったのかもな。あ、ところでおじさん、その話どの辺が不思議なんです？そうそう、不思議なのはこれからだよ。助けに行こう。僕もそう思ってたとこ。タイムマシンで昔に戻ろう。やけにひっそりしてる。動物を見に来る人なんていないのかな。行ってみよう。うん。どの檻も空っぽだよ。花はまだ無事かな。ここが造舎だ。中に入ろう。暗くてよく見えない。あそこ
なんだかぐったりしてるよ。ゴツゴツと骨張って、きっと餌をもらってないんだよ。隠れろ。爆弾で檻が壊れ、動物たちが町へ出たら大変なことになるからって。だからって殺さなくても、うん、誰が殺せるもんか。子供みたいに可愛がってきたのに自分の手で殺すなんて、まだ象を生かしているとはどういうことだ。こちらとしましても計画に沿っていろいろと。計画？そんな悠長なことを言ってる場合ではない。我が国は今大事な時なのだ。毎日大勢の兵隊たちが祖国のためにその身を捧げている。動物とて例外ではない。きっと喜んで命を差し出してくれるはずだ。しかし毒を打とうにも鼻緒に注射の針が通らんのです。ですから1週間餌を抜き毒入りの芋を与えることに。お戻ったか。それでどうだった。食べなかったのか。もう我慢ならん。こうなったらわしが片付ける。待ってください。悲しい。ハナオは優しい象です。絶対に人を傷つけません。どうか殺すとだけは。どうか邪魔立てするとただにはすまんぞ。ママそうかっかしないで落ち着いて話し合いましょうよ。園長気をつけなさい。タヌキが檻から出ておる。僕らが言いたいのは何も殺さなくてもいいんじゃないかってこと。例えばふるさとのインドに送り届けるとか。今は戦争中だ。それどころではない。戦争なら大丈夫。もうすぐ終わるから。日本が負けるの。何を言うか。貴様敵国のスパイだな。叩きしてくれろ。どうして怒るの。タヌキ汁にしてくれるわ。退避退避。どうしたんだろう。とにかく助かった。何してるんだ。早くこっち。
正門のそばに防空壕がある。防空壕？敵の飛行機が爆弾を落としたんだ。造作か。おじさん、危ないよ、のび太くん。でも、放っておけないよ。よし、僕たちも行こう。無事だったか。決めたぞ、絶対にお前を殺させたりしない。二人でどこか遠くへ逃げよう。おじさん、君たちどうして逃げなかったんだ。僕たちも花王を助けたいんです。よし、花王を動物園の外に連れ出そう。いいぞ花王、その調子だ。花王、大丈夫？もう体力の限界なんだ。こういう時はレスキューボトル大型動物よ。おじさん、花王持ち上げて。のび太くんも手伝って。まさか君たち花尾に何を。ちょっと栄養をね。この先に裏門がある。そこから出れば一目につかない。その後は近くに山があるんだ。一旦そこに隠れて。ゾウがいないぞ。まずい、気づかれた。どうしよう。よし、あれで行こう。無生物催眠メガホン。シークインさん、僕たちが時間を稼ぐから花を連れて逃げて。待ってよドラえもん。あ、おい、いい、まだ見つからんのか。爆弾にやられて焼け死んだのでは。それなら死体があるはずだ。んだから、さっさと殺しておけばよかったのだ。ん、正門の方です。探し出して撃ち殺せ。頑張れ花王、もう少しで外だからな。いつの間にか大きくなったな。ここに来た時はあんまり小さかったのに。その瞳君が閉じていたら心は暗い闇のままさ。見上げてごらん、この世界変わっても光は見える。そう、僕ら君と同じだよ。寂しさ歌ういびつな星、それぞれいつも別々の顔。
慌てるな。裏門はすぐそこだぞ。よし、いいぞ。しっかりついておいで。しい真似をしよって逃げられると思ったのか。さあ像を渡せ。ダメだよおじさん、花を守って。黙れ。たかが像一頭に随分手こずらせてくれたな。たかが町の安全には変えられん。悪く思うな。花尾は、ゾウは賢い動物です。無意味に暴れたり人を傷つけたりしません。安全かどうか決めるのは貴様ではない。そこをどけ。いや、どかない。絶対に毒もんか。動物園は命を奪う場所じゃない、命を育む場所だ。お前の気持ちはよくわかる。だが、どうか私を信じておくれ。さあ。船が足りん。応援を呼んでこよう。ゾウが暴れ出したぞ。おのり。というのか。さあ、どうやらわしが間違っていたようだ。わしだって本当は動物を殺したくはない。しかし一度戦争が始まったら誰にもどうすることもできんのじゃ。僕たちなら花尾を助けられます。
きくなるからね。もう安心ですよ。タヌキの妖術。君たちは一体。ありがとう。飼育員のおじさんへ。花尾は元気ですか？戦争が終わったらきっと会いに行きます。それまで僕も頑張ります。だからおじさんと花尾も頑張ってください。のびのびしろ。どうしたの、のび太くん。花尾、うまくいったかな。そのはずだけど。なかなか不思議な話にならないですね。いよいよこれからだよ。仲間とははぐれてしまってね。何しろインドの山奥だ。食べ物もろくに用意してないし。何日歩き回ったかな。とうとう歩けなくなって、両親の顔、疎開先の家、なぜだかいろんなことを思い出した。そして浮かんできたんだ、花尾の顔が。花尾は静かに立っていた。あの頃と同じ優しい目で。花尾。それから私は花尾の背中に揺られていた、子供の頃のように。着くと麓の村の近くに倒れていた。わしは花尾に救われたんだ。確かに不思議な話だけど、おじさん、それは夢ですよ。そうね、死んだはずの花尾がインドにいたなんて。わしもそう思うんだが、夢でも嬉しかった。花尾は無事にインドに着いたんだ。ずっと元気に暮らせたんだ。やったー。花尾助かった。助かった。大人気宝島アドベンチャー。何ですかこれ、めちゃくちゃ大きい船です。僕と記念撮影もできるよ。宝探しビジョンを使って AR 宝探しの大冒険へ出発。見つけました。整理券付きサブパスを買って遊びに来てね。ドラえもんサマースペシャル50名様にプレゼント。ドラ顔じゃんけんスタート。ドラ顔じゃんけんじゃんけん、ドラ顔じゃんけんじゃんけん、ほっぺをアッププー、グーの顔、グー、お口をチュチュッとチョキの顔、チョキ、お顔がワッハッハッハッパーの顔、パー。
8月4日は夏祭りアニメ1時間スペシャル。あの名作が帰ってくる第2弾天井裏の宇宙戦争。僕の部屋に宇宙船がやってきた。私はリリパット星のアーレ姫です。お姫様を救って地球のピンチも切り抜ける。敵のアジトはジャイアンキー。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。こりゃ宿題どころじゃないぞ。さあどうする、アレ姫とその手下どもよ。